ないです。東京で夏に開催されていたジブリ展に行ってきた時の Vlog です。ずっと行きたくてやっと行けたのでとても嬉しかったです。でした。私にはあまり関係ないか。もう一人湯婆婆がいました。どちらかはゼニーバなのかな。違いが分かんないです。次はキューバーを引きました。僕は力なり、頑張ります。台湾に来てからまだ9分に行けていません。千と千尋の神隠しの気分を味わいに行きたいです。本当にジブリの世界観ですごかったです。日本に帰ったら新しくできたジブリパークに行きたいです。ちなみに私が一番好きなジブリの映画は猫の恩返し。